はようございます。本日の釣り講 TV はこちらね、サイドワインダーデプスって書いてありますけども、この前ねご紹介したエントリーモデルのベイトスピニングに引き続き、今年はねこんな感じの竿もデプスのメンバーになると買うことができます。ということで、早速開けていきたいと思います。果たしてどんな竿が入っているのかということで、いやー結構ね今年はね、せっかく去年ねメンバーになったんだけど、あんまりね締め切りとかね、あれいつの間にか過ぎてたって感じで、買いたいものをね買い損ねたものが多くて、あれもういつの間にか、あれねいつでもね申し込んでねって書いてあるけど、結構ね締め切り過ぎちゃってあちゃーっていうことがあるんで、気になるのあったらね、まあ発売されたら結構早めにチェック買っておく方がいいなーなんていうふうに思いますよ。自分はね結構忘れちゃうタイプなんで。じゃあはい、早速何を買ったのか。あ、わーケース立派だなこれ。ケースが付いてるんだな。この辺すごいしっかりしてますね。サイドワインダーって書いてありますけども、結構メンバーになるとエギングロッドとかね、そういったいろいろなやつが毎年ね趣向を凝らしたサイドワインダーなデザインのいろんな海釣りロッドとか手に入るんですけども、今回はねこれ、じゃあ早速開けていきたいと思いますよ。黒がなんかやたらしっかりしてるな。これ気分上がりますね。ああ、こういうところがね、本当手抜いてない、本気でって感じで。はい、ツーピースですね。じゃあまずグリップ部分から。あらららら、おお。おお。かっけえ。いいなこれで、上、はい、はい、はい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 、あー来たー。これがねショアジギングロッド、サイドワインダーの、ね、メンバーになると買うこともできるショアジギロッドですよ。買いやすかった割になんかしっかりしてるなあ。あーこれいい使いやすそう。ここら辺がサイドワインダーですね。でここら辺がサイドワインダーですね。ダブルグッドガイドからもう全部ダブルグッドガイドで通してこう、まあ、ちゃんと脇にも抱えられるし、はい、ショアジギングロッドっていうことなんですね。でね、レングスが、9フィートでミディアムライトですよっていうことで、ルアーウェイトが 10g から 40g まで、で、ラインがですね8ポンドから20ポンド、 P ラインだったら 0.65 から 1.55 までですよっていうことで、ライトショアジギングモデル、サイドワインダーのライトショアジギングモデルということですね。近年人気の高まってるのは美味しいものが釣れますからね、ショアジギで使ってねっていうロッド、これがねデプスから買うことができちゃう。まあこういうのも含めてね、本当メンバーになるとね、メンバーしか買えないやついろ
ますし、まあ、こういった竿とかもそうだし、でね、これまたね、値段の割に多分ね、すごいね、いいなって感じですね。決してめちゃくちゃ軽いとかそういうものではないんですけども、すごいね、なんかね、作りがしっかりしてるなっていう感じ。Pラインでもピターンって飛ぶよって感じで、まあ姉妹寸法がこんな感じ。で、まあ、今年ね、ショアジギング行くかどうかっていうのはね、ちょっとね、予定は今のところないんですけども、そろそろシーバスね、シーバスが釣れるシーズンなんで、まあね、最近あのボート釣りばっかりで、おかっぱりっていなかったんですけども、おかっぱりで川とかでやるとき大好きな釣りが、例えばメタルバイブとかをドエンとしてね、そんでもって、おかっぱりから狙うシーバス釣り、そういった釣りが好きなんで、そういう時にはですね、なんだろう、シュアジギングロッドだとさすがに硬すぎるんですけども、これね、ライトシュアジギングモデルってことで 40g までしょえますよっていうことなんで、自分がよく使うのがだいたい 25g 前後のメタルバイブ、これを PE ラインでかっ飛ばして潮目にどうにか届かして、そんな感じの釣りが多いので、まあね、ショアジギで使わなかったら、シーバスもね、おかっぱりで使おうかなーなんてね、思って買ってましたよ。それ結構ね、柔らかいね、長い9フィートぐらいの竿しか持ってなくて、9フィート前後で、まあ30グラムぐらいまで、まあ、40グラムだとちょっと強すぎるかもしれないけど、その分ね、遠くでのフッキングなんかもしやすくなるんじゃないかなっていうことで、まあまあまあ、ショアジギングモデルね、と言いつつ、こうね、おかっぱりシーバスで使っちゃおうかな、モデルとしてですね、今回これ買ってみました。まあ、ちょっとね、使ってる実際のシーンとかもね、ご紹介できればと思うんですけども、まあ、釣れたら、サイドワインダーで釣れたべなって言えるんじゃないかなと思ってね、これは、一家に一台あっても、ね、絶対損はない。じゃないかな、なんていう風に、思います。はい、というわけでですね、本日の釣りこう TV はこちら、エプスのメンバーになると買うことができるサイドワインダーのライトショアジギングロッド、こちらのご紹介でした。はい、釣りこう TV でした。